ラジオ文学館海外推理小説シリーズ、今日はコナン・ドイル作シャーロック・ホームズの冒険から赤毛クラブ解決編。解説は精神科医で日本シャーロック・ホームズクラブ主催者の小林司さん、朗読は岸田新さんです。シャーロック・ホームズと私は地下鉄でオールダーズゲートまで行き、そこからちょっと歩いて、その朝聞いた奇妙な話の現場、サックス・コーバーグ・スクエアに着いた。そこは狭苦しい街で、その街角の一軒の家に、質屋の目印の金色の三つ玉と、白文字で、ジェイビス・ウィルスンと記した茶色の看板が出ていて、あの赤毛の訪問者が商売を営んでいる場所を示していた。シャーロック・ホームズは、その店の前に立ち止まってから、街路をゆっくりと歩いていき、やがてなおも鋭い眼差しで家並みを観察しながら再び街角へ引き返してきた。そして最後に質屋の前に戻ってくると、歩道をステッキで勢いよく 2,3 度叩いた。それから戸口に歩み寄ってドアをノックした。どうぞお入りください。いや、あ、どうも。ちょっとストランド街へ行く道をお尋ねしたいだけなんだが。3つ目の角を右曲がって、それから4つ目を左ですよ。あれは抜け目のないやつだ。今の若い男が店員のスポールディングだね、ホームズ。その通り。あれはロンドンで4番目に抜け目のない男だ。また大胆不適正にかけては3番目と言ってもいいかもしれないな。とにかくあの男のことは前からいくらか知っているんだよ。どうやらウィルスンが雇った店員はこの赤毛クラブの事件で重要な役割を果たしてるらしいね。ああ、そうか。君が道を聞いたりしたのはあの男を見るためだったんだな。いや、あの男を見るためだけじゃない。それじゃあ何の？あいつのズボンの膝さ。それで何を見たんだね。予想していた通りのものだ。君はさっきどうして歩道を叩いたりしたんだ。ねえ先生、今は観察すべき時なんだよ。反対側の通りに出ると、まるで一枚の絵の表と裏を見るように辺りの様子がガラリと変わった。車道は出入り二筋の果てしない商業活動の流れで塞がり、歩道は急ぎ足で往来する人並みで真っ黒に埋まっていた。さてと。ホームズは街角に立って家並みを見渡しながら言った。僕はちょっとこの辺の家の並んでいる順序を覚えておきたい。まずモーチマーの店、タバコ屋、小さな新聞の売店、それからシティ&サバーバン銀行のコーバーグ支店。なるほど。その晩9時15分過ぎに私は家を出た。ホームズの部屋に入ると彼は二人の男と元気よく話していた。ワッツさん、ロンドン警視庁のジョーンズ君は知っているね。こちらはメリーウェザーさん、銀行の重役で今夜の冒険に同行される方だ。実を言うとトランプの三番勝負を封印したのが残念ですな。土曜日の晩に三番勝負をやらないなんて、もう27年ぶりですからな。まあ見ててごらんなさいと、シャーロック・ホームズは言った。あなたは今夜3万ポンドの大金がかかっている大きな勝負をすることになるんですよ。そしてジョーンズ君、君にとっては以前から狙っている男の逮捕がかかっているというわけですね。さよ、ジョン・クレイ、人殺しで泥棒、文書偽造犯というやつですな。こいつはまだまだ若い男だが、犯罪者としては大物中の大物で、私がロンドン中のどんな悪党よりも捕まえたいと思っているやつなんですよ。今夜その姿をお目にかけられると思うよ。さあ出かける時間だ。馬車はガス灯に照らされた街路が果てしなく続く街を走り抜けて、
やがて今朝訪れたあの雑踏する大通りに着いた。私たちはメリーウェザー氏の案内で細い通路を進み、彼が開けてくれた横の戸口に入った。鉄の門を通り、石の回り階段を降りていくと、また扉があった。中は大きな穴蔵のような地下室で、周囲には大きな箱がたくさん積み上げてあった。ホームズは床にひざまずき、格闘と拡大レンズを手にしながら、敷石の隙間を入念に調べ始めた。まだ少なくとも1時間はあるよ。あの人吉の質屋が無事に寝込むまでは電柱も動き出しようがないからね。ワッソン、君にも見当はついているだろうが、ここはロンドンの一流銀行、シティ支店の地下室なんだよ。メリーウェザーさんはこの銀行の重役会長だから、ロンドン一の大胆不敵な犯罪者がどうしてこの地下室に興味を持っているか説明していただけるだろう。それはフランス金貨のせいですよ。重役は小声で言った。私どもの銀行では資金を増やすことになって、そのフランス銀行からナポレオン金貨3万枚を借り入れました。私が今腰掛けている木箱の中にも2000枚のナポレオン金貨が詰まっております。さて、こちらもそろそろ手はずを整えておこう。僕はこの木箱の後ろにいますから、ジョーンズ君とあなたは向こう側に隠れてください。なんとも長く感じられる時間だった。私たちは真っ暗闇の中でお互いの重苦しい息遣いを聞きながら待った。突然、大きな白い敷石が一枚跳ね返されて、四角い穴がぽっかり口を開け、そこから格闘の光が流れ出してきた。そしてその穴から目鼻立ちの整った子供っぽい男の顔が現れ、辺りを鋭く見回し、穴の両側に手をかけたかと思うと、次の瞬間には穴の縁に立った。男は続いて出ようとしている仲間を引き上げようとしたが、あっ、シャーカン、飛び降りろ。その瞬間、ホームズがパッと飛び出して侵入者の襟首を掴んでいた。男の手の拳銃がキラッと光ったが、すかさずホームズの狩猟用の鞭が男の手首に打ち下ろされた。無駄だよ、ジョン・クレイ、もう逃げられる見込みはない。へえ、そうらしいな。だが相棒はうまく逃げたようだ。いや、出口で3人も待ち構えているよ。へっ、そうか。どうやら完全にやられたらしいが、褒めてやろう。こっちも褒めてやるよ。ホームズは答えた。赤毛クラブという思いつきはなかなか斬新で効果的だったな。夜明け近く、二人がベーカー街の家に腰を落ち着けてウイスキーソーダを飲み出したとき、ホームズは説明してくれた。例の赤毛クラブの風変わりな広告や大英百科事典を死者させることの目的が、あの質屋の親父を毎日数時間ずつ家から遠ざけること以外にないということは、これは最初から分かりきっていたんだ。それにあの店員が世間並みの給料の半分で来たという話を聞いたときから、何かあの店に勤めなければならない強い動機があることも分かっていたのさ。でもその動機がどうして分かったのかね。あの店員が写真がえらく好きで、その暇さえあれば地下室に潜り込む癖があることを思い出したのさ。そこで店員と顔を合わせてみたら、ロンドン一の冷静で大胆な犯罪者であることが分かった。そうなれば何かの犯罪目的のために他の建物へつながるトンネルを掘っていると考える以外に考えようがなかったね。君も気がついたと思うが、あの時奴のズボンの膝はひどく擦り切れて真っ黒に汚れていたよ。長い間穴掘りをやっていた証拠だ。残る問題はただ一つ、何を狙ってトンネルを掘っているかだ。そこで街角をぐるっと回ってみると、シティ&サバーバン銀行が質屋の家とちょうど背中合わせになっているのが分かった。これで全ての謎が解けたと思ったよ。あとはロンドン警視庁へ行き、それからあの重役会長に会いに、そしてご覧の通りの結果になったのさ。見事な推理だ。
私は心底から感嘆して叫んだ。いい退屈しのぎになったよ。ホームズはそう答えながらあくびをした。ああ、早くもまた退屈の虫が押し寄せてきたぞ。泥棒が銀行の金を盗むためにトンネルを掘る。それには邪魔になる質屋の主人をおびき出してくだらない仕事をさせ、その隙にトンネルを掘るというお話でした。この質屋があるサックス・コーバーグ広場というのは実在しない架空の地名です。これが実際には果たしてどこにあるのか、ロンドンの地図を買ってきて推理してみるのも面白いですね。ホームズ物語にはたくさんのロンドンの建物や地名が出てくるので、それをいちいち調べるだけでも随分楽しむことができます。またホームズがステッキで歩道を叩いてその下にトンネルの空洞があるかどうかを調査するシーンがありましたね。1890年頃のロンドンの舗装の種類を研究して自宅の庭に実物そっくりのトンネルを掘り、その上に当時の舗装を再現してみて、トンネルがあってもなくてもステッキの音は同じぐらいだったというような実験をしたのは日本シャーロック・ホームズ・クラブの会員の田中清さんです。またここには銀行の重役のメリーウェザーさんという紳士が出てきます。当時の紳士というのはビクトリア朝の精神の代表のような存在でした。それではビクトリア朝の精神というのは一体何でしょうか。善悪の考えが非常に大切にされていたこと、信仰の中流階級が紳士として振る舞おうと努めたことに基づく非常に窮屈な堅苦しさや正義感、一定の風俗習慣を破らないこと、科学の進歩に対する信頼感、物質主義の発達、偽善が横行したこと、体裁よく振る舞うことなどがビクトリア朝の精神と言えましょう。ディケンズの小説を貫く主題の一つはあらゆる種類の偽善に対する攻撃だったと言われておりますが、さてこのシャーロック・ホームズ物語を貫く主題の一つは今申し上げたようなビクトリア朝精神に対する攻撃だったと見るのは考えすぎでしょうか。ナポレオン3世が英国を訪ねた時にビクトリア女王は彼は善悪のけじめをわきまえない人物なのではないかと日記に書いたと言いますが、善と悪との区別自体が相対的なものでありますから、表面上善に見えることだけを必ずしも守る必要はないとしても、ホームズが偽善を非常に嫌ってあえて悪を選んだ場合も多かったということは次回の青いガーネットに出てまいります。マスグレーブの儀式というホームズの物語を見ますとホームズの生活ぶりが出てまいります。葉巻を石炭入れにしまい込み、タバコをスリッパの中に入れ、返事を出すべき手紙をジャックナイフでマントルピースの木枠に突き刺しておき、室内でピストルの射撃練習をしてビクトリア女王のサインである VR という字を壁に打ち抜いたりします。部屋の中は本や書類の山で、バタ入れの中から犯罪の記念品が出てきたりします。こういった非常にだらしのない生活ぶり、これはもう全く紳士の反対でありまして、ビクトリア時代の紳士の偽善ぶりに対するホームズの反抗をよく表しております。コナン・ドイル作、鮎川信夫役、八島庵吾脚色、赤毛クラブ第2回、解説は日本シャーロック・ホームズ・クラブ主催者の小林司さん、朗読は岸田新さんでした。明日は青いガーネット事件編です。ラジオ文学館を終わります。